こんばんは。スイングスターズオーケストラです。私たちは昭和50年に石本敏夫をバンドマスターとして結成いたしました。メンバーは会社員をはじめ公務員、自営業、そして中高校生とバラエティに富んでおります。レパートリーはスイングジャズを主体にポップス、ニューミュージック、演歌など幅広く演奏しております。申し遅れました。私、今夜のコンサートの司会、進行役をさせていただきます稲田直美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、オープニングはドイツのベルトケンプフェルト楽団の自作自演曲ラブをお送りしました。これからのステージはポップスステージ1と題してお送りいたします。バート・バカラックの代表的なヒット曲恋よさようなら、そしてザ・ショッキング・ブルーが歌って大ヒットした曲、日本では昔、今は演歌歌手だった永山瑤子が昔ポップス時代に歌って大ヒットした曲ヴィーナスを川本ちなみのボーカルでお送りします。どうぞ。Thank you.
代表的なバラードソングといえばこの曲 Love Me Tender、 そして昔森山陽子が歌っていたカントリーミュージックの代表曲 Green Green Grass of Home、 思い出のグリーングラスです。どうぞ。
きまして三田忠のボーカルでユーラシア大陸横断で一躍有名になったお隣広島県出身の漫才コンビ猿岩石のデビューヒット曲白い雲のようにです。どうぞ。ここでメンバー紹介をさせていただきます。サックスセクション山本雄二、栗広文夫、川村福夫、貫田幸政、弘中美幸、森脇成人。リズムセクション坂本昇、田村博文、石本さつき、石本めぐみ、木村武康、牛島翔一。トランペットセクション藤森健二、川村健二、井川達秀、松田久子、古谷光、山本照。トロンボーンセクション山重明彦、山林優馬、山本博、中川達郎、そして我らがバンドマスター石本俊夫です。
日はスイングジャズステージ1と題してお送りします。アメリカでヒットを飛ばしたベニー・グッドマンのホットなナンバーレッツダンス、スイング時代の幕開けと言われる曲の一つです。そしてトビー・ドーシー楽団のテーマ曲 I'm getting sentimental over you、 僕はセンチになって、2曲続けてお聴きください。
1935年10月からブロードウェイで169回も続演されたミュージカルジュビリーのために書かれた曲 Begin the Begin、 そして森野恵のボーカルでレス・ブラウン楽団の専属歌手として売り出し中だったドリス・デイが歌った曲、当時9週間にわたり全米ヒットチャートを浸した曲です。センチメンタルジャーニー、どうぞ。Thank you.
go my back and go my reservation. Spell is a good apple. Like a child in wide dissipation. Lord, you hear that. スイング時代の頂点に立つベニー・グッドマン・オーケストラのカーネギー・ホール・コンサートで人気が大爆発した記念碑的な名曲「シング・シング・シング」。当時、覚えやすいフレーズとリズミカルなコール&レスポンスのスタイルが人気を集めました。どうぞ。